こんにちは、シーバードです、ここ最近ですね、ギター界隈でこう高低差の激しいニュースが飛び交っておりまして、まあ、非常に心臓バクバクのシーバードでございます。先日ね、残念ながらフェルナンデスが自己破産ということでへこんではいたんですけれども、その6日後ですかね、まさかまさかゾディアックの復活、ゾディアックネオの誕生ということで、これはね嬉しい限りでございます。さすが布袋さん、いつもね僕らをねこうドキドキさせてくれるというお方でございます。しかもね、冬にもうね新モデルがね予定されているということでね、これはね楽しみですね。PV がね公開されていたのでね見たんですけれども、めちゃめちゃかっこいいですよ。そんなね弾くわけじゃないんですけど、こうね布袋さんがねチューニングをしていて、もうそれがね今ゾディアックねはチューニング中だと、ちょっと待っとけよ、これからガツンと行くぜみたいなメッセージがビシバシ伝わってきてね、相当テンションの上がるね動画になってますよ。めっちゃかっこいいです。まあ、布袋さんの G 柄に関しては、まあ今後永久に不滅ですという風な感じだと思うんですけれども、まあフェルナンデスで出されていた他のアーティストモデルですね、こちらに関してのね行く末もね気になるところではございますが、まあファンとしては、まあ、フェルナンデスのね名前はねどうにか残してもらいたいなっていうところもねこうあったりするんですけれども、まあ、フェルナンデスがね負債が7億円ということで、この金額がね、まあ、まだまだフェルナンデスはいけるんだっていう見込みを感じてもらえるような投資家の方とかがいらっしゃったら、ちょっとね期待したいなっていうところではございますが、まあどうですかね。まあ、このフェルナンデスのね自己破産に関してはね、皆さんもねこう悔いが残ることがねたくさんあるかと思いますので、まあその辺はねコメントいただいて、この時こうしてればねもうちょっと違う未来になってたんじゃないかみたいなねご意見ねぜひお聞かせください。まあ、よくね引き合いに出されるのが、まあ、ESP ですよね。まあ、国産ブランドで、まあ、アーティストモデルを作ってたりとかっていうところで非常に成功しているブランド ESP、 まあその中でですね、まあ、よく言われるのが、まあ、ブランド分けをねしっかりしていたと、あとスクールが大きくなったとか自社工場を持っていたとか、まあ様々あるかと思うんですけれど、まあ僕個人的にね思うところはですね、まあ98年99年にフェルナンデスがこうピークになるわけですよ。売上は40億まで伸びて国内のねトップブランドまでこうね上がっていくわけなんですが、まあ、そこでなんかね、まあ、苦悩もありつつおごりもありつつっていうところで、まあ、99年あたりを境にですね僕はね変わっていったなっていうのをちょっと感じてたりします。まあ、これはね僕の意見なので、まあぜひぜひ皆さんのご意見もねコメント欄でお聞かせください。まあ、資金がその潤沢だったと思うんですよ、40億も売り上げがあった時は。で次の展開でどうやっていこうっていうところで、もうゾウさんはねしっかりと売れていると、でいろんな柄を出せば出すだけ売れていくみたいな、そういう好調なスパイラルにねもう突入しておりまして、アーティストモデルもある程度軸としては安泰してました。98年にねヒデさんが亡くなっておりますが、まだまだもう店頭ではもうヒデ頼みみたいな感じでヒデさんのポスターがっつり貼ってあって、バンドブームでもありましたし、まあ次世代のスターですよね、ここを待っていたという風な感じだと思うんですけれども、そこがねなかなか現れずというところで、まあ、非常にね僕もね責任を感じている部分ではあるんですけれども、まあまさにですね僕らの世代なんですよ。高校生の時にフェルナンデスを使って、で90年代後半にバリバリライブハウスで活動していた時代、そこでニューヒーローがねなかなかこう誕生しなかったっていうところ、上の方々がね偉大すぎてねちょっとなかなかやっぱそこに追いつけなかったっていうのがねあるかと思います。でまあそこにね派生して言えるのがですね、ライブハウスシーンでフェルナンデスをね使う人はね随分減ってきていて、アーティストモデルのねイメージがあったので、どうしてもねオリジナルバンドをやる上ではそれはねちょっと使えない、そういう雰囲気だったんですよね。なのでねなかなかフェルナンデスを使っている人がいなくて、 ESP が多かった印象があります。しかもグラスルーツとエドワーズとで ESP という風な感じで、やっぱブランド分けしてたところもねやっぱ強いっすよね。本気でやってるんだっていうのをねこう見せるためにも ESP を購入するっていうねバンドマンもいましたし、で僕もねフェルナンデスでね探したんですけれども、なんかねちょうどいい感じのものがないというか、
まあ、プロを目指しているインディーミュージシャンが個性を発揮しながら使う機種というか、まあ、それなりのランク、まあ、20万クラスっていうか、まあ、15万から20万クラス、その辺でね、なんかしっくりくるのがね、なかったんですよね。なのでキッズ時代にフェルナンデス使っているけど、まあ、19歳ぐらいになったら別のブランドを使うみたいな、まあ、そういう現象もね、90年代後半ね、起きてましたね。なのでその後なんでしょうね、初心者向けに層を広げていったという風な感じで、90年代の半ばはね、ターゲットっていうのがあったので、ブランドはね別になっていて、フェルナンデスもそんなに安くなかったんですよ。なので初心者ブランドっていうイメージ、僕らの時は全然なかったんですけれども、僕よりももっとね後の世代の方々はね、どちらかというとフェルナンデス1本目に買ったみたいな、初心者セットを買いましたみたいなね、人たちがねいらっしゃるので、まあ、そっちの方にねフェルナンデスはねこう舵を切ったということなんでしょう。でフェルナンデスブランドで初心者から使えるよと。ターゲットはねいつの間にかなくなってましたからね、まあ、それはそれでね何かしらの意図があったとは思うんですけれども、ちょっと ESP はねそれを継続して続けたことによって、しっかりとしたランクというか、まあ、そういったものが出来上がったから、ブランドイメージがしっかりとこう保たれたままというふうな感じで成功してるんですかね。どうしてもね初心者ブランドのイメージがついてしまうと、ギターガチ勢がねちょっとね遠ざかっていっちゃうようなね感じはねあるかと思います。まあ、他にもね思ったよりもサスティナーがねあまり流行らなかったとか、オリジナルシェイプがなかなか波に乗らなかったとかね、まあ、ラベルであったりとか、まあ、まあシャチはね、まあ、ある程度はね売れたかと思うんですけれども、 APG とか、まあ、頑張ってたんですけどね、なかなかこう浸透しなかったっていうところですかね。まあ、フェルナンデスに関してはね僕も何本も動画を撮っていて、まあ、4年ぐらい前からですね、まあ、アーティストモデルの製造中止だったりとか、ちょくちょくこう止まってたんですよ。皆さんご存知かと思いますけど、まあ、その辺をねちょくちょく発信しつつ、まあ、3年半に撮った動画ではお茶の水にねついに新品のフェルナンデスが1本もございませんでしたという風な感じになっておりまして、これはですねもうね本当トップ王者になったがゆえのねおごりだったのかなと。営業の方々が通常ショップ回ればですね、そんなゼロ本になることはねないと思うんですよね。ちょっとね王者の戦い方をねしてしまったんじゃないかなっていう節もねなんとなく感じてしまいます。まあ、こうして自分一人で話すよりもね、もうこの件に関してはねいろんな方々の意見を聞きながら話をした方が面白いかなと思うんで、今度ねファンクおじさんにお邪魔させてもらったりとか、あと千葉館 マイスターとかとですね一緒にねお話ができたらいいなと思っております。まあ、今後ブランドがね残っていってくれたらね、名前だけでも残っていってくれたらありがたいなというところでございます。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。